料理研究家のダレムです。さて今回はですね、ウインナーと卵を使用しためちゃくちゃ美味しいおかずご紹介します。まだね、名前は決まってないんですけれども、とにかく本当に美味しい、そして悪魔的。今回ですね、もう7分もあれば作ることができて、卵とウインナーさえあれば無限にご飯が進むようなおかずになりますので、ぜひともね皆さんお試しください。ということで今回使用する材料はこちらです。せーの、ボン。ウインナー、卵、ごま油、マヨネーズ、そしてラー油、オイスターソース、醤油、砂糖、以上です。でね、材料の紹介をしていきます。今回ですね、もう本当に食材はね、ウインナーと卵だけで作っていきます。ただですね、溶き卵にピザ用チーズを加えて、溶き卵と一緒にねウインナーを卵でとじるとまためちゃくちゃ美味しくなります。なのでね、ピザ用チーズがご家庭にある方はぜひやってみてください。そしてですね、ウインナーを炒めるタレは砂糖、醤油、オイスターソース、そしてそこに辛味を加えるためにラー油をプラスします。で、このタレにもですね、おろしニンニクをプラスするともっとねパンチがあって非常に美味しくなるのでね、ニンニクお好きな方はぜひ入れてみてください。もう材料の説明はこれぐらいです。マチョマチョ簡単ということで、早速作っていきマチョということで、まずはウインナーに絡めるタレを作っていきます。そしたらまずは醤油にオイスターソース、このねオイスターソースを加えることで非常にね奥深くコクが出るんですよね。そしてご飯がめちゃくちゃ進む。そしてここにお砂糖、今回ですね醤油、オイスターソース、お砂糖をそれぞれね1対1対1の割合で加えます。ちょっとね多めに感じるかもしれないんですけれども、この砂糖を多めに加えることで甘辛い味わいになって非常にねご飯がマチョマチョ進む。そしてここにラー油、もう辛いのが苦手な方は入れなくてもいいんですけれども、辛いのがお好きな方はねもうラー油たくさん入れてください。で、今回はラー油を入れてるんですけれども、ラー油ではなくコチュジャンをですね小さじ1/2杯から1杯入れても非常に美味しくなります。とりあえずこれでご飯がマチョマチョ進む、ダレうま特製ダレの完成。でね、ここにお好みでおろしニンニクを加えるとよりパンチが出て非常に美味しいですからね、ぜひ加えてみてください。そしたらお次に溶き卵を作っていきます。容器に卵を割り入れる。せい、はっはっはっ。そしてここにマッチョネーズ、このマヨネーズを入れることでコクも出ますし、卵がですねよりふわっと仕上がります。ただマヨネーズが苦手な方は最悪加えなくても OK、 もしくは先ほども言いましたが、ここにピザ用チーズを加えるともっともっと悪魔的になってとろっとした食感も加わり非常に美味しくなりますからね、ぜひピザ用チーズご家庭にある方は入れてみてください。そしたらこちらを軽くマッチョする。こちらで溶きたマッチョ、あ、違う、溶き卵の完成。そしてお次にウインナー、ウインナーはですね、大体5本から8本ほどご用意ください。そしてね、ウインナーに味が入りやすいように斜めに切れ込みを入れる。そしてこちらを斜めに半分に切る。もちろんね、1本丸々入れてもいいんですけれども、個人的には半分に切った方が食べやすいので、半分に切ります。もしくはね、3分の1に切っても問題ございません。ウインナーの大きさはお好みです。で、このようにね切れ込みを入れてあげることでウインナーの中まで味がしっかり染み込むほか、このウインナーの断面や切れ込みから旨味や香りを引き出すことができるので、溶き卵にもですねそのウインナー特有の旨味、香りを絡めることができるんですよね。ウインナーに切れ込みを入れて斜めに切る。はい、とりあえずこれで OK。 そしたらウインナーを炒めていきます。でね、フライパンなんですけれども、今回ですね大きいものよりかは少しね小さめのもの、私だるまはですね、だいたい18センチか20センチぐらいのフライパン使用してるんですけども、まあそのぐらいのフライパンできれば使用してください。というのもですね、大きすぎるとやっぱ卵がふわっと仕上がらないからですね。できれば小さめのフライパンで、卵にゆっくりゆっくりと火を入れる。そうすることで卵が硬くなりすぎずふわっと仕上がります。ということでこちらにごま油。もちろんですね、ごま油ではなく普通のサラダ油でも問題ございません。そしてこちらを中火で加熱します。そしてフライパンが温まればここにウインナー、ウインナーを入れたらしっかりとね焼き色をつけながら炒めていく。ここでねしっかりとウインナーを炒めることによってウインナーが持つ香ばしさや旨味をしっかりと引き立てることができるほか、ウインナーもねプチッとした食感になりますからね。
で今回はねウインナーでやってるんですけれども、もちろんウインナーではなく豚肉や鶏肉であっても非常に美味しいですからね。はい、ということでね、こんな感じでウインナーに焼き色がついてくれば、ここに先ほど混ぜ合わせた調味液、調味液を加えたらウインナーに絡めながら軽く煮詰めていきます。うわー、もうマッチョマッチョうまっちょ。はい、今回ねしっかりとウインナーに切れ込みを入れているので、ウインナーの中までしっかりとこの調味液の味が染み込みますからね。はい、もう色からして悪魔的ですよねこれすごい。そしてタレに軽くとろみがついてきたら弱火に切り替えて、ここに溶き卵を回し入れる。そしてゴムベラを使って鍋端から中央に向かってこんな感じでね卵を火入れしていきます。はい、鍋端から中央に向かって卵を寄せていくイメージ。このようにすることで卵がボソッとならずふわふわでとろとろになりますからね。ほら、もうマチョマチョうまちょう。このね甘辛い調味液がまた卵に絡んで、これが美味しいんです。ということでこんな感じで卵が半熟になれば火を消して、こちらをお皿の上に盛り付けると。マッチョに幸あれ。はい、ということで完成しました。それではいただきマッチョということでね、今回のこのレシピはめちゃくちゃご飯が進むので、ぜひご飯と一緒に食べてください。いただきます。うんまっ、最高ですね。今回はですね、かなり濃いめに味付けしているので、ご飯がめちゃくちゃ進みますね。うめっ。今回はですね、卵とウインナーのみで作ったんですけども、ここにね、ピザ用チーズ入れてください。もうめちゃくちゃ悪魔的で本当に美味しいですからね。そしてね、今回はウインナーをしっかりと炒めているので、ウインナーの旨味がね、溶き卵にも絡んで非常に美味しい。うまっ。ウインナーのプチプチ食感と溶き卵のふわとろ食感、そしてだるまのムキムキ食感がたまりません。はい、これがやりたかっただけですということで今日もえいマチョマチョマチョ、それでは See you next マチョね、バイバイ。